上天閣美術館は、京都府京都市上京区の小国寺境内にある美術館。小国寺創建600年記念事業の一環として1984年に開館した。小国寺及び臨済修小国寺派に属する、録音寺や寺生寺などが所有する牧籍、絵画、工芸品等の文化財と国の重要文化財多数を含むを収蔵、展示している。 2004年には同年閉館した万の美術館から国宝、重要文化財を含む約200点の美術品が寄贈された。官名の上天閣は昭国寺の照明である昭国上天前寺にちなむものである。なお、上天閣美術館は法人格を有せず、国宝、重要文化財をはじめとする作品の所蔵者は昭国寺及び関連寺院である。 会期、足利義満600年期の記念事業として、増改築を行って2007年5月13日に、全館オープンし、展示室の面積は、従来の倍以上となった。従牛の庭無学素原木石等美術館のサイトに、国宝5点とあるのは、無学素元木石4の4点と数えているためで、指定の件数としては、2件になる。 平成30年10月31日文部科学省、国時代208号本作品は、万の美術館急造品ではなく、他の個人コレクションにあったものである。ありがとうございます。